この番組での僕夢だったんですよ。ありがとうございます。と思います。あのね、まあ、アルバムを100万枚売る、まあ、アマチュア時代の夢なんですけど、アルバム100万枚、それからですね、この笑っていいとこに出る、それからもう一つは牧瀬里穂さんと友達になるっていうですね三大目標。三大目標、これ僕やったらね、すぐにあの、辞めて大工さんになろうかなと思います。あ、そう。ほとんど大丈夫じゃないの。そうなんですよ。あともうミスターチルドレンを辞めさせるにはもう、牧瀬里穂さんを紹介してもらうとね。牧瀬里穂ちゃんまだ会ったことないの。会ったことないんですよ。あ、そう。おお、それはもう時間の問題ですよ。ですから、ね、会えばいいの。いやいや、友達っつったって、あの、割と深い仲間じゃないと。あ、そう。家近所ですから俺。あ、そうなんですか。うん、あ、じゃあ、もう行ってみますよ。ましたら、この桜君が会いたかったって。あ、よろしくお願いします。お、さ、こんなに好きだったな。好きなんすよ。なんだその、私の方がいい。見せろよ。ああ、本当。そうなんすよ。でも、もうほとんどそれ達成した。大工さん、なんで大工さんなの。いや、あのね、うちが実家がですね、建設業やってるんですよ。で、昔から大工さんと子供の頃から遊んだりしてて、でね、なんか粋じゃないですか、ね、あれに憧れて、いまだにその憧れが、そう、やってみたいの。本当にやってみたいですね。かっこいいじゃないですか。あと継ぐわけじゃ、建設。いや、継ぐことは考えてないですけど、誰か職人っていうかな。職人が好きなの。でもね、トンカチ入れて、トンカチ入れて、あの、釘かなんかこう、お口に加えてね。でもね、今それやってる人いないらしいんですよ。もうみんなこう電動で。あ、ちょっと味気ないんですけどね。あれ、うちがね、うちの隣がね、小さい頃やっぱり家新築したのよ。毎日見に行ったね。ああ、うん、僕あれかっこいいよね。かっこいいです。釘をね、カッタって俺最初、あ、食ったと思ったんだよ。坊主食っちゃいねえよ、なんかね。あれいいよね。そう、僕だから幼稚園の時に登校拒否してたんですよ。幼稚園行かないで。で、建築現場を一人で幼稚園で見てたんですね。現場主義だ。そうなんですよ。そう、俺幼稚園行ってないのよ。あ、そうなんですか。俺はね、あの、子供の頃すごい大人でね、前にも話したけどね、あの、幼稚園行けっていうふうに言われて、それで幼稚園っていうのはどういうとこか見に行ったの。半日、午前中、お遊戯やってた。なんとのシーンでガーンとやってて、こいつらバカじゃねえかと思って。で、帰ってきて親に、あんなこと、あの、幼稚なことはできないと、バカバカしいから俺はどうしても行きたくないって言ったら、あの頃親いいんだよね、あ、お前が行きたくなきゃいいよ、行かなくていいって。それで行かなかった。そしたら途端に暇になったね。周りみんな幼稚園行くから、午前中暇暇。何してたんですか。それで家の前の石垣に持たれて、人間ウォッチング通る。あの人はどこのおじさんなの。分からない人は、あの、ばあさんとかじいさんの、あの人はどこの人だって聞くわ。で、後つけてって、あ、ここの住人かとか言えよかって。そして、あの、その、そう、現場、また隣が新築でずっと行ってたよ。楽しいですかね、見てて、今もう全部機械変わったんだみたいですよ。釘やってないの。やってないみたいですね。面白いよな、あれ。そう、モルタルの作り方とかね、俺初めて、ずいぶん勉強になったよ。今モルタルの家なんかないけどね。昔あったの。本当になる気あるの。いや、ありますよ。あれ、国家試験いるんだよな。え、そうなんですか。うん、なんか大工さんの試験があるの。で、帰りに酒屋でこうビールいっぱい飲む。あ、いいですね。それが夏の暑い日に。でも僕の中でもイメージは、こう家に帰るとおかみさんつうか、ね、なんつうのかな、江戸っ子な母ちゃんつうか、そういうのが待っててくれるとまたいいなと思うんですけどね。あんたおかえり。そうそう、牧瀬里穂じゃないの。いやーすね、いや、イメージはやっぱ違いますね。牧瀬里穂さんにああいう風になってもらっちゃ困るなと思いますけど、ね。そうそう、へ、いいね。そう、今全部機械、畳でも全部機械だもんね、今ね。あ、そうなんですか。うん、昔はこうやってでしょ、はい、こうやってここに、あの、金属のあれつけて、今機械をこうやったらパコ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 っていくようになった。